悪い敵、ちょっとね、なんか、喧嘩してる。あはおい、お疲れ様じゃねえよ、お前。おろおろおろ、顔面、ボコ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 。あはは。仲良くおねんにしとけよ、お前ら。あ、で、これ一回回避させたら、一回通常入れて、ここでスキル打っていく。で、これちょっとフェイントがてら使っていく。デフォルト戻りたい。ちょっと待って、耐えて。はい、どうも、キュンです。ユメルピーがこのタイミングで復刻したということでね。で、相変わらずね、これ高いよね、天井までね。4、5万するらしいんで。まあ、正直、引くべきかどうかね、悩んでる人、たくさんいると思うんですよね。まあ、キョンさんもちろんすでに100レベルなんですけど、まあ、現環境どんぐらいできるかっていうのを一回ちょっと皆さんにね、お見せしてからね、ちょっとガシャ判断していただけたらなと思います。まあ、もうすでにね、引いてしまったどうしようっていう人も、まあ、安心してください。キョンさんね、ユメルピー使ったらもう、基本的に無双するんで。まあ、それ見てやっぱユメルフィー引いてよかったなーって思ってもらえればいいかなと思います。てかめちゃくちゃ久しぶりに使うなこいつ。ゴムゴムのボッケン玉かなかな肉キュンのホラーゲーム肉キュンベータ。こちらでは普段見れないキュンさんがたくさん見れるよ。みんなチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルの URL を概要欄に貼っておくよ。めちゃくちゃ怖いからキュンさんと一緒にプルプル震えようね。立ち回りについては、まあ、結構単独行動はできる力はあるんで、どうだろうね。まあ、相性の悪い敵、ちょっとね、なんか、お疲れ様、喧嘩してる。あは敵が喧嘩してるこの二人とも。おい、どうすればいいだお前ら仲良くしろ、喧嘩おいおいおい、お疲れ様じゃねえよ、お前。おろおろおろ、ボコボコボコ、顔面ボコ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 。あはこれはお前ら仲良くしなきゃダメだろ。仲良くおねんにしとけよ、お前らな。おい、もう喧嘩すんじゃねえぞ、さ、子供。まあ、推理するに多分ロジャーが一抜いてディフェンダーカイドが拗ねたっていう感じでしょうね。まあどうでもいいけどな。どっちも悪くねそれは。まあどっちでもいいけどね。まあ、はい、でまあ白ひげもエリアの中だったらちょっと倒しにくいのかな。もう全然倒せちゃうね。うん、まあ、ルビーもグラグラとか状態異常入るとしんどいんで、まあ、そこがあれかなと思います。はい、こいつ粘着色が、おーおーあーナイスいいね。やるね、カイドさん。なんやお前、生意気な、反抗的な。さっきお前は、キュンさんが抽選入ったんだからな、お前。おい。おい、なやお前。よし、こうなったらもうキュンさん勝ちがグルートや。おい、おい、来いよ。おい、なんすか、立場がうるせえな。おい、捨てろ。はい、じゃあこれで、もうこれは使っていくしかないね。これ避けられるかな。あ、これちょっとやばい。一回避けて、ジャス回取りたいけど取れないから、もうこれでフェイントかけていく。ナイスジャスト。ワン、ツー、して。ははは。お疲れ様いいよ、お疲れ様いいよ、お疲れ様行ってみろお前。うなやなやお前、変わってるわけねえやろがお前。夢の海におい、キュンさんの、おい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 、みん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 ないとけよ、セミがこら。これは過去にも言ってますけど、基本的にルビーはデフォルトになってる時がいっちゃん強いんで。あ、やばい、いや今ジャスト押したけどね、なんかちょっと重いな今日で。なんだっけ、もうやっぱ重いね。でデフォルトになってる時にいかにこうゲッターなるべきか、AT の方なるべきか、こう判断するのがね、醍醐味かなと思います。ほんまアホほど楽いんですけど、まあ、キュンさんのね、Wi-Fi のあれが、もうダメなんかな。もう、変えようかなと思ったんですよ。最近なんか生配信も調子悪いし、メーカー変えたのかな、もう本当に。たっけえ金だけ払わせやがってクソが。どこのメーカーかとは言わんけど。はい、裏キャラちょっと久々のレッドナミさんですね。てかまあ、裏キャラのレッドナミの30秒は超強いから、もう俺次第なとこあるからね。もうこれ俺次第で勝ち負け決まっちゃうからね。任せて。はい、誰も気づいてませんね。このチリ肉に釣られる敵がいなければ大丈夫。まあ、釣られる時間でもねえから、もう抜いちゃおう。抜いちゃう。で、ここで気をつけるべきは、カイドウの切った玉が上から降ってくることだけを気をつければいいけど、気づいてなさそうですね。だからさ、やっぱこう考えると、カイドウマジでオワコンだよね。白ひげでいいもんね、マジで。うわ、死ね。あれれ、ごめんね。キュンさん、久しぶりのプレイで無双しちゃったかもしんない。やっぱ夢る楽しいよな。全然使えるやん、今でもね。昔ほど無双できるかって言ったらちょっと際どいかもしんないけどね。で、問題なのはそのロジャー対策でミドシャンがたくさんいるとかなったら結構きついかなとは思うんですよ。で、白ひげは正直余裕ではなくて、まあ駆け引きになってくるかなと。エマともまあ倒せるんやろうけど難しいよね、エマと倒すのやっぱりね。普通にやっぱ強いからね、エマと自身がね。あ、で、これ一回回避させたら一回通常入れてここでスキル打っていく。強っ。こっちのね、スキル1の方が好きなんですね、やっぱキュンさん。このスキル1でエルボかますのが好きなんですよね。で、リーチも長くなるしね。あえてこれ当たるか。あ、いい、ナイス。いいね。やっぱ相手もちょっとユメルフィーね、今ユメルフィーブーム来てるからね。あ
はい、これジャスト取っていく。はいはいはい、オッケーオッケー。ちょっとずれた、ずれた。危ない。ですよ。違う。これはね、このクリアローマンも今の状態しましょう。落としときましょうか。じゃあこれスキルにあるんで、これちょっとフェイントがてら使っていく。ナイス。これが強いよな。マジでこれ使い方がね、このフェイントみたいな感じ。連打すると見せかけ単発使いみたいな、そういう使い方すると最高ですね。で、速攻にデフォルト戻ると。もうこの使い方をやり続けてればなんとかなる。それはうかつだったかな。あ、ブンブンやめて。あ、ブンブンだけは本当にやめて。もうね。今ブンブンするの良くないと思うんだよね。こんな真っ黒のさ、めっちゃハギまとっとるやん、ほんで。しかももうちょっと生き延びとればさ、ブースト来たのにもったいねえな。ブースト時間このディスマチに使っちゃうな。もやもやするな。てか超滅って出るんかね、近いうち。去年のこの頃のにはなんか出たんだっけか。うーん、なんか出るならルッチなんかなとか騒がれとるけども、実際何が出るやろね。なんでもいいよ、もうとにかくね、キュンさんが超滅出んでもいいからね、今の環境なんとかしてほしい。まあこれは今に始まったことじゃないけども、昔のバウンティーの面影なんか皆無やからね、今のバウンティーね。一番面白かったあの頃に戻してくれ、バウンティーを。おい、クソ野郎。おい、おめえ、ローザーに言ってんだからな、舐めんじゃねえぞ、お前、こら、おう。でもさ、カルガラとさ、ああおい、腹立つ。カルガラとさ、クリントンがさ、ダブルチームで出たら結構面白かったかもしんない、ワンチャン。結構あったんじゃないかなって思う、それ。それ超ベースでも全然納得できるよね。だって伝説だもんね。結構ありだったんじゃないかな、それ。どう思います？皆さん。それが出とればさ、このロージャー環境もいい具合に、バランス取れたかもしんないよね、もしかしたらね。はい。これはもう、ジャスト取って、ボコしていく。で、これはやっぱちょっと最初のうちはね、いっぱい攻撃当てて火力上げておきたいんで、これ大丈夫かな？あー、これ無理かも。そう、これがあるからな、ちょっと難しいんだよな。すぐ放った方がいいかもしれない、ローザーってやった時。うん。でも、ここはちょっと大丈夫だね。ここはちゃんと抜きたい。オッケー、落ち着いて。この通常もなかなかね、バカにならないんでね。リーチめちゃくちゃ長いんで、で、これちょい残しします。で、ここでさらに追い出しておく。オッケー、ここで抜けば大丈夫でしょ。はい、抜いていく。で、ちょっと待ってよ。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、時間ギリやばいかも。あ、抜かれちゃうね。でも、味方さんのおかげで勝ててありがとう。あぶねえ、戦犯するとこやった。キュンさん MVP あざーす。敵も赤属性、黒属性しかいないんで、まあ、夢ではいけるけれども、まあ、個人的に本当に SM が苦手。みんな SM 普通に勝ってる、夢で。結構さ、いろいろと、合間見えんなんか、いろいろ合わんと、難しいところが多いんだよ。ジャストしていくで削っていくでしょ。SM ってのはよくわかんねえんだよな。変なタイミングでなんかジャスト取っていったりするしね。よくわかんないんだよね、これ。いいかな、オッケー。まあ、こういう形でやれてる。ただ、今やばい。早くデフォルト戻りたい。ちょっと待って、耐えて。オッケー。それ大丈夫で、悲願来るから。あ、ジャストなんでやねん。Yeah.